眼科医の平松です。今日はいただいた質問にお答えしようと思います。いただいた質問としてはレンティスコンフォートって言って、まあ、保険でできる白内障手術の多焦点遠くや、まあ、手元はあんま見えないんですけど中間ぐらいまで見えるあの人工のレンズがあるんですよ。でこれおすすめしますかどうですかって、あの、ネット上ではレンティスコンフォートを見えると全てに入れて全距離が見えて、保険適用なんて最高っていうような書き込みがありますと。言うほどレンティスコンフォートそこまで最高っていう人が多いとは思えないんですけど、あのこれね勘違いしないでほしいのは、遠くから手元までレンティスコンフォートだから最高っていう患者さんもいれば、単焦点入れてるんだけれども手元も老眼鏡なしで見えるよって患者さんもいるんですよ。あのいるんです。あの実際メガネなしで単焦点だと 100% メガネっているよ。あの多焦点眼内レンズを使えばメガネがいらなくなって、普通の単焦点眼内レンズを入れればメガネがいるみたいな説明を医者はするんですけど、患者さん側に立ってみると単焦点入れてんだけどもさっぱりメガネいらないって患者さん結構います。 2,3 割いるかな。あのみたいな、なんでかっていうとですね、その人がどこまでの見え方を望んでるかって結構まちまちなんですよ。例えば0.56 見えてりゃ私十分だしみたいな人いるわけですよ。ってなると、いやいや、メガネなしで日常生活全部できるよって友達に言うんですよ。で、友達は、あ、そうなのと。でもその人は結構細かく見たくて 1.0 見えてないと納得できない人だと。したら手術したら、いや、俺だけ全然見えないな。いや、俺の友達はメガネなしで手元見えるって言ってたよ。先生、これ手術失敗したんじゃないのみたいな話ってよくあるんですよ。でもそれって、もう本当にな、その人の望む見え方っていうのは全然違ってしまうので、だから、多焦点をしたからといって、メガネが必要ないとも限らないし、一方で単焦点にしたからメガネが必要とも限らないと。もちろん確率は明らかに多焦点の方が下がるんですけどね。じゃあ、レンティスコンフォートを今積極的に入れてはいない理由としては、まだまだわからないからってことですね。つまり未知数のレンズであるっていうところがあります。もちろん性能として悪いレンズじゃないと思うし、いい点もたくさんありますけれども、なんていうかな。そこまでメガネを外すことにこだわりがない患者さんに入れるだけのリスクとリターンが今あると 100% は言い切れない。もしかしたら今後もっとデータが出てきて、あ、これ安心だなってなったらもっとお勧めするかもしれないけど、今現状のデータだけで言うと 100% の安心を持ってお勧めするのはちょっと、あの、悪いって意味じゃないですよ。悪いって意味じゃないけど、まあ、ちょっと難しいかなっていうのが私の意見です。今日は、レンティスコンフォートをみんなに入れりゃいいんじゃないのっていう質問についてお答えしました。